今日使っていきたいのは画面に映ってるヌケニンなんだけど、まあ、ヌケニンはねどんだけレベルを上げても HP が1しかないっていう特殊なポケモンなんだけど、特性も面白くて不思議な守り、効果抜群の技のダメージしか受けないと。まあ、ヌケニンの弱点は、炎、飛行、岩、ゴースト、悪、この5個なんですけど、まあ、ゴーストと飛行技を持ってるポケモンってのは今のランクマの環境で、まあ、ほとんどのパーティーにね採用されてるんで、まあ、意外とこいつだけで詰ませるってのは難しい。プラス、まあ、宿り木とか毒毒みたいな定数ダメも効くんで、まあ、なんだかんだで突破される、まあ、ちょっと儚いセミの命のようにね儚いポケモンなんだけど、ヌケニンって本来は受けパーティーとかに入ることが多いんだけど、鎧のことを解禁でこいつポルターガイストとハイヨル一撃っていう、まあ、2個の新規技を習得しまして、まあ、結構ね特にポルターガイストですね、高打点をぶち込むことができるようになったんですよね。それを用いて、今回はこだわりハチマキ型で使っていこうと思います。意外と相性が良くて、ポルターガイスト、ハイヨル一撃の技のダメージを上げつつ、影打ちっていう先制技のダメージも上げることができる。で、トリックで、こだわりトリックですね。相手の動きを縛りにもいけるし、まあ、ヌケニンってさっき言ったみたいに、詰ませれるポケモンに対しては一方的に詰ませるだけの、まあ、性能を持ってるんですよね。まあ、そういう有利ポケモンにガン投げしてって、まあ、ポルターガイストとかハイヨル一撃の、まあ、効果力技を相手の交代先にぶちかましていくっていう。今まで壁役としてしか使われてこなかったヌケリンがここに来てアタッカーの性能を手に入れたということで、早速対戦の方で使っていきたいと。うっす。よっしゃーす。対戦よろしくお願いしゃーす。あ、で割とヌケリンいけそうなんだけど、ヌケリンって水タイプに対してはめちゃくちゃ強いんですよ。でアメパに対して完封できるぐらいの、まあ、性能を持ってたんですけど、以前まではまあ、キングドラが鎧のことの解禁で暴風とかいう飛行技を習得してしまったせいで、この抜け殻吹き飛ばされかねんので、まあ、完封は怪しいけど、まあ、ある程度の仕事はできそうな雰囲気がありますね。あとマンムーに対しても、まあ、マンムーってその地面技と氷技がメインウェポンなんだけど、まあ、ヌケリンの不思議な守りでシャットアウトできる。プラス、まあ、モロバレルに対してもこだわりトリックで動き縛りにいける。ウーラオスも連撃の方、あの水格闘の方ですね、だったら技構成次第ではヌケリンで完封しに行けるんで、まあ、ハッサムはね、今のハッサムはダブルウィング標準搭載だと思うんで、まあ、ヌケリンだとちょっときついけどって感じだけど、まあ、ウーラオスが一撃の方だったらウーラオスから来そうだから、まあ、そこに強く出れそうな、まあ、威嚇ギャラドスで、ヌケリンは割と入れ得な気がするんで、まあ、入れといてラス1前手のキングドラを止めに行けるタスキ持ってるルカリオか、まあ、ミミッキなんだけど、まあ、ルカリオがかっこいいんでこの選出でいきたいと。おやーす、よろしくしゃーす。まあ、最近ね、まあ、てか少し前ですね、桃太郎パーティーとかメッソンとかゴンベとかおもちゃしか紹介してなかったんで、さすがにまずいということで、まあ、昨日からノドスプレージバコイルとか、まあ、今日のハチマキヌケリンですね、まあ、そこそこ面白い性能を持ちつつ、なおかつ対戦でもワンチャンありそうなポケモンを、まあ、紹介していく方向にちょっとテコ入れしたんで、ニョロトノから入ってきたんだけど、いやニョロトノって基本的にヌケリンに打点ないと思うんだけど、こいつ飛行技覚えないんだよね。いや覚えないっていうか、まあ、飛び跳ねるとかは正確に覚える、言ったら覚えるんだけど、まあさすがに特殊型だと思うんで、まあ下げたいと思います。いやでもこれギャラドス VS ニョロトノってさ、そもそもギャラドス側が有利対面だからさ、でも相手これダイジェット受けようにも裏ダイジェット一貫しすぎてて受けれないけど、ニョロトノってなんかギャラドスに対する秘策の技とかあるのかな。なんか滅びとか打つぐらいしかなさそうな気はするんだけど、まあギャラドスの HP はここで削るのはちょっともったいないんで、相手のウーラオスとか考えると、まあ、ギャラの HP はなるべく取ってきたいんで。あ、オッケーオッケーオッケー。ハイドロポンプってことは、こだわりスカーフとかこだわりメガネの可能性が高そうな雰囲気があるけど。で、まあ、これで、もう一方的に有利対面取ったんで、ハチマキポルターガイストで、相手の裏から出てきたポケモンに一気に負荷をかけていくっていう。まあ、抜けにトンボ返り覚えたらね、めちゃくちゃ強かったと思うんだけど。ま、さすがにそれはぶっ壊れすぎということで。ちょ、いけ!いや、ウーロスか、これどっち?ね、悪臭いな、後出ししてきてるから。え、連撃なんですけど、これ。え、等倍で通るから、これ、ハチマキでワンチャン、あ、スカーフね。しかも、持ち物見れるのもでかい。君のウーラオス、スカーフなんだ。まあ、スカーフ、ウーラオスってことは、てかさ、ウーラオスってさ、連撃の方だと抜けに打点なくない?いや、こいつが、ツバメ返しとか覚えるのは知ってるんですよ。てか、飛行技?ツバメ返ししかないから、ここさすがにツバメ打ってくると思うんだよね。いや、ツバメぐらいやったら、不一致ツバメぐらいやったら、まあ、このギャラドス、命の玉持ってるんだけど、まあ、今回、特性威嚇で採用してるんで、まあ一回受けつつ、まあ、相手のウーラオスがスカーフってのも分かってるんで、まあ、とりあえず一回ギャラドスで受けつつ、
まあ、展開していけるかなってか。え？ちょ聞いてないんですけどそれ。いやしかもこれ全部急所に当たるからさ、威嚇意味ないんだよね。え、ちょっと相手抜け人の特性知らない？相手、いや抜け人水流連打効かないんだけど。え、水流連打ってさ、とないよな、特性貫通するみたいなさ技の効果で。相手のウラス鉢巻きだから。いやで、あれこれ読まれた、もしかして読まれたんすかね。いやさす、読まれたんか、読まれたんか。いやちょぐちゃぐちゃにされてるんだけど。そう、本来こうなるはずだったんだよね。いやこうなるから、まあ水技は飛んでこないだろう、てかまあ飛行技だろうと思ってギャラドスに引いたらぐちゃぐちゃにされました。嘘でしょ。まあ、トリマー、あー倒させてくれる相手のパーティー、水の濃度高すぎなんだけど。ニョロトノあれか、ニョロトノで雨降らせてウーラオスの水流連打の打点上げて一気に抜いてこようみたいな。ってなるとラス1グドラじゃない可能性もありますね。グドラでした。まあ、グドラさっきも言ったみたいに暴風覚えてるんで、まあ、抜け人切りでいいか。仕事としてはまあウーラオス持ってってくれたんだったら十分か。ギャラドスの HP が想定外に削れちまったけど、まあ、鳥は影で雑に切って、抜け人後ろから見ると可愛い、なんか黒色の穴開いてるじゃん、あの羽の中心部みたいなところにさ、あそこに手突っ込んでなんかビリって破って、なんかちょうど半分にしたらなんか気持ちよさそうだよね。パキッつってなんか綺麗に割れそうでさ。キングドラメガ進化で、これね、まあ、ダイジェットで飛ぶんだけど、あのどうやって立ち回るか。いやてか普通にこれきつくないか、ダイマグドラ。ギャラドスの HP がさ削られてるのが一番きついんだけど。でギャラの HP 削られてなかったら、まあ、こんなことにはなってなかったんだよな。まさかあそこで水流連打飛んでくるとは、まあ、見てる人も予想してなかったと思いますよ。でヌケリン落ちて、まあ、タマグドラと、これルカリオから入ってインファ神速で倒せるんだったらルカリオからでいいんだけど、なんか少し前に同じ立ち回りをした時に大ドラグーンから入られてボコボコされたんで、これルカリオから入るの失敗なんだよね。まあ、多分これギャラ切ってラス1ルカリオで詰めるルートが、まあ、一番賢いと思ってて、まあ、ここをギャラドスから出すんだけど、相手その、まあ、HP これギャラドスでも3分の1ぐらいしかないんだけど、ギャラドスがダイマックスする可能性を考えた場合、相手が打てる技って、まあ、多分大ドラグーンしかないんだよね。大ジェットも弾持ってるとはいえ不一致だし、ギャラドスの特防を考えると落とせるか怪しいんで、まあ、ここ相手のグドラ絶対大ドラグーン押してくるわけなんですよ。でこれで大マターン2ターン枯らせるわけなんだけど、あ、オッケーでこれで相手雨展開できないんだよね。まあ、雨展開できるできないはもはや関係ないけど、ここまで来れば相手ダイジェット積んでるし、で今回使ってるルカリオフルアタじゃないんですよ。なんとねダイオールの媒体になる技を1個持ってまして、これここでダイオールを使うことで相手のグダラのダイマターンを枯らし切り返していけるぞ。久々になんかあれだな、爪でルカリオ使ってるな。しかもダイマさせてるしね。まあでもここまでの対戦組み立ててくれたのね、抜け人なんで、抜け人がウーラオス削ってくれてなかったらね、まあ、こんな上手い展開にはなってないんで、まあ、とりあえずルカリオダイマさせます。いや問題はなんかニョロトノの持ち物とニョロトノの動き方なんだよね。いやニョロトノがこれこだわりスカーフとかだとルカリオのタスキ潰れた時点で、あのあれなんだよな、負ける可能性が、まあ、あると。一回大ウォール打ちます、まあ、相手も多分ねルカリオの大ウォールはねケアしてこないと思う、うん、基本的にないものとして動いてくるから。でこれで大マターン枯らす、でこれで大ドラグーンでルカリオの攻撃力が下げられる心配とかもなくなったんで、まあ、ダイナックル打ってくんだけど、これドロンポとかでさかわすとかない、ドロンポ暴風かわせない、流星群は打ちづらい、あこれかわしたな、でっけえ。張り切ってるね、久しぶりに選出されたから。でダイナックル打って、いやまあ当たったら当たったで、いや当たったら普通にまずかったな、いや当たったらまずかったなって、これ当たったらこれ負けてた説あるけどね。でこれは、ダイオールですね、ルカリオのタスキ多分大切にしてった方がいいと思う。相手のニョロトノがまだこだわりスカーフの可能性があるんで、ここでキングドラの、技を受けるわけにはいかないと。オッケーでこれでダイマターン枯らして、あルカリオのね、ルカリオのダイマターン枯らして、これ神速っていう先制技で切り返していけるようになるんで、まあ、これで負け筋ほぼないと思うんだけどな。あるとしたら、まあ、ダイナックルって攻撃力が1段階上がってるルカリオのインファをニョロトノが耐えて、なおかつ、熱湯で、熱湯打ってきて、火傷状態になるみたいな。
で、今回使ってるルカリオ、まあ今ルカリオね、陽気で使うより意地っ張りで使う方が強いと思ってて、まあ雷パンチとか入れるんだったらギャラ抜いておきたいから、まあ陽気の方がいいってのはわかるんだけど、まあ、基本的になんかそういう理由がなかったら、打点上げるために意地、神速とかインファの打点上げるために意地の方が強いと思ってて、まあ意地っ張りで使ってるんで、ニョロトロがめっちゃ HB に振ってなかったらいけるはず。気持ちいい！ワンパン気持ちいい！てか相手のニロトのスカーフとかでもなかったし、まあグザラの攻撃受けてたとしても勝ててたのか。対戦ありがとうございました。まあいい感じにヌケニンが暴れてくれましたね。いやー、何戦かやってるんですけど、思ってるよりヌケニン出せないですね。まあその理由が、相手のパーティーに入ってるんだけど、まずエースバーンですね。まあ今のランク間の対戦環境って、まあエースバーンを中心に回ってるって言っても過言ではないんだけど、まあ炎技でね、エースバーン、ヌケニン焼き殺されるしね。で、まあ、エース版には殺されると。で、2番目に多いポケモンが、ゴリランダーなのかな今。ゴリランダーなんだけど、ゴリランダーもね、畑落とすっていう技の採用率が、まあ、尋常じゃなく高くて、まあ、まとめて殺されるんですよね。エース版とゴリラに、この抜けに。まあ、抜け人くんさぁ、そんな特性持ってたところで俺たちの攻撃止めれるわけっつって、まあ、セミの抜け殻を踏み歩いてく、陽キャとかゴリラのように、マジで、殺されてくんですよね。まあ、でもこれはね、あれなんだよね。ドラミドロいるじゃないですか。相手がドラミドロ投げてくるかどうかわかんないけど。まあ、ドラミドロは、まあ、抜けにね、完封できる。まあ、ウーラオスが、連撃だったら、完封できる。完全運ゲだもんな。で、ポリゴン2が、シャドーボールとかイカサマなかったら、完封できるってことで、選出して、しまいましたじゃなくて、選出してみました。まあ、初手は、広い範囲と殴れそうな、まあ、スカーフロトムで、まあ、ドラミドローとかの受けに対する、まあ、抜け人、ラストタスキー持ってるルカリオにしたけど、これエースバーンにぐちゃぐちゃされるんだよな。まあ、鬼の立ち回りで、まあ、エースバーン倒せないこともないけど、まあ、もしくは、まあ、一番上にギャラドス置いてたんで、まあ、相手がギャラ展開にビビって、エースバーンを投げてこないことにかけましたけど、これは一撃の方なんで、ってかこれウーラオスの攻撃裏で受けれないんだけど、もしかして終わった？これ、ロトムのオバヒ打つしかないな。ウーラオスって特防めっちゃ低いんですよ。種族値60しかないんで。まあ、結構オーバーヒートで削れると思うんだけど。まあ、ルカリオの、まあ、さすがにちょっと火力足りないけど、相手のウーラオスとりあえずスカーフじゃない。これ、あれなんかな？耐えるんかな？一発。死んだわ。まあ、これ、どっちなんだろう、これ。確定台すんのかな？ムフリロトムって。ハチマキの可能性ありますよね。ウエロスってなんかハチマキ結構多いんで。まあ、ただ、新速で、確実に縛れる HP まで削ったんで、まあ、ルカリオから入るんだけど、まあ、ヌケリンから入ってもいいんだけど、不意打ちで殺されるんで、ま、さすがに不意打ちまで考えると、ルカリオの新速で処理しに行った方がいいんだけど、うわぁ、ドヒドイでいるかな？ドヒドイいるんだったら、剣の前にしたいんだよなぁ。うわーこれ、ちょっと待って、ドヒドイでおる。あ、ミミッキュか。いや、待てよ、これ相手のラス位置ドラミドロ説あるな。ミミッキュって多分トリルミミッキュだと思うんだよね。ドラミドロと組んでるんだとしたら。だとしたら相手のラス位置がドラミドロの可能性あって、ドラミドロは抜け人で完封できるから、あれこれ抜け人連れてきたのもしかして正解だった説あるか。まあ、ここ、いや、トリルだと思うんだよな。トリルから入ってくると思うから、普通に米番でいいと思うんだけど、素早さはこっちの方が高いんで、まあ、相手のミミキが耐久ぶりもしくは、まあ、トリックルームとかから入ってきたのはほぼほぼ確定で、まあ、命の弾とか持ってて、じゃれかけで普通にルカリを落とされたら、多分負けですね。あ、アッキか。あってこれドレインパンチあったらきつい。ドレインパンチプラス影打ちで。あ、トリル、オッケーオッケーオッケー。いや、これさ、ルカリを大魔させていいと思うんだよな。相手のミミキ、がアッキ発動してるんで、まあ、普通の米パンじゃ倒せないんだけど、大シルだとさすがに貫けると思うから、まあ、こことりあえずミミッキ倒すこと優先して、で、ドラミドロだと思うんで、そのドラミドロを抜け輪で詰めてって、まあ、勝つみたいな立ち回りで、まあ、いけると思うんですけど、ちょっと、ま、どうなるかわからん。ただ、相手の裏にウーラオスが残ってて、ウーラオスって不意打ち持ってる可能性があるから、まあ、ルカリオ、その不意打ちの上、さらに上から、神速を叩き込めるルカリオは、まあ、生かしとかないといけないから、ちょっと立ち回りが。てか、ルカリオさ、今日撮ってる動画、ダイマックスするの2回目なんだけど、あれもしかして今日ルカリオ張り切ってる？めちゃくちゃなんかダイマックスして、己自身が爪筋となろうとしてるんだけど。とりあえずミビッキは、末期発動してるけど、貫通して倒せマンタ、マンタイン。てか、相手のさ、まあいいや、ちょっと相手の話は良くて、てか、ポリツーだったんだけど。ポリツーはルカリオで、あれこれ、抜けにいらない？あ、これ、
これトリルからしてルカリオで詰めて勝ち臭いんだけど、まあ、ここは、まあ、ポリツーが何言ってきたとしても、まあ、ダウンロードで C 上がってたけど何言ってきたとしても耐えるんで、あ、大ラックルから入るんですけど、ダイバしてきた。いや、相手のこのアバター脇めっちゃ出ててエロいっていう話をしたかったっていう話を、まあ、しようとしたけど、ちょっと対戦の方に集中したのでさっきできなかったけど、相手がダイマックスしてきたからめっちゃアップになったから今その話をした。はい、難しい言葉をベラベラと並べて自分の変態性を下げていく立ち回り。第3打、まあ、言うて一発耐えると思うけどな。え、強くね、こんな入る、強くねえかダウンロードで C 上がってるっつってもこんな入る、わかんないけど、ダイラックル打って、あとはトリルターンをどうやって稼ぐかなんだけど、まあ、多分いけるんだよな。トリルは、まあ、このターンの終わりで、まあ、残り2ターンだから、ルカリオの大オール、ここで大オール打ちます、で残り1ターンになるわけなんですよ。でポリゴン2の技構成が、まあ、さっき言ったみたいにわかんないんだけど、まあ、ここで、まあ、次のターンですね。この次のターン、仮に抜けりん交代1点読みの、まあ、シャドーボールとか打たれたとしても、まあ、トリルターンも切れるし、ダイマターンもちょうど切れるんで、ルカリオで切り返してって勝てるんだけど、まあ、ポリゴン2が多いとね、やっぱルカリオそれなりに活躍できるんで、まあ、対戦環境としてはね、まあ、割と追い風なんじゃないかなっていう気はするけど、まあ、他に強い格闘タイプ、まあ、エースバーンとかウーラオスがいるのは逆風だけど、あ、エースバーンちなみに格闘タイプなんで、まあ、みんな知らないと思うけど言っとくけど、エースバーンは格闘タイプです。第3打防ぐ。で、これ負け筋があるとすれば、ポリゴン2にもっかいトリックルーム展開されることなんだよな。トリル持ってるんかな、こいつ。待って、これもっかいポリ2にトリルされるのと、ここ自己再生とかされて、なんか HP 管理とかされると負ける可能性あるから、ポリ2 HP フルだと、ルカリオのインファ耐える可能性あるんで、まあ、ここはトリックで相手のポリ2の奇跡を奪っとこうと思いよーす。抜け輪のいいところはね、こいつ素早さ純速で92あるんだけど、92あれば、まあ、素早さに振ってないポリゴン2とか、まあ、あと最近は見なくなりましたけど、カビゴンとかの上から、まあ、トリック打てるんで、まあ、そこら辺は強いなと思ってるけど、待って、これやばい、もしかして。これ。え、待って。この展開になるんだったら、相手のポリゴン2が HP 回復してないから、トリックルームさえ貼られなかったら勝ちなんで、ここわざわざ影打ちとか打つ必要なくて、まあ、トリック連打でいいか。トリック連打して、てかもう、あれか、ポリ2にトリルあったらこれ多分負けなんだよな。ここポリ2無理やり後出ししてきて、無理やりトリックルーム張ってきたりして、どうせ終わるから、トリマートリック連打しとるけど、あ、オッケー。まあ、ここ倒してくれるんだったら、まあ、多分いけると思う。で、相手のウーラオスは、もうこだわり鉢巻きを持ってるのは見えてるんで、まあ、あとは、いや、これ、詰めれるよな、ルカリオで。いや、詰めれるよなっていうか、まあ、ウーラオスは確実に新速で飛ばせるんだよね。いや、問題は、あの HP のポリゴン2をルカリオのインファイトで倒せるかどうかっていうのがちょっと不安で。いや、でも、第3打のダメージが結構でかかったんで、火力に振ってると思うから、まあ、インファで落ちると思うけどな、このルカリオ A 特化だし。いや、なんか、ま、抜けりもちょっと活躍してたけど、まあ、いっか別に。ルカリオ最近活躍してなかったしね。なんかお前一番上のポケモン置き物になってるぞみたいな。そのルカリオバチンキーより活躍してないけど、解雇してバチンキー一番上に置いた方が良くないですかみたいなコメントもたくさんあったけども。まあ今日のこの対戦動画を見てね、みんな改めてちょっとこいつに対する見方をね、変える人もいるんじゃないかな。いや、こいつはね、もう確実に今日活躍してた。全然なんか相手荒らしまくってたし、爪としての活躍も十分だった。1.5 匹分ぐらいのポケモンを破壊してったらしい。はい、ということで、ルカリオ強いと思った人は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、抜け人も結構面白い性能を持ってたポケモンなんでね、ぜひ使ってみてください。